私たちが子供の頃から言われてきたこと。人に優しく、ありがとうを言える人に、嘘はつかない。夢に向かって頑張れる人になりなさい。やがてこの地を離れても、故郷から受け継いだ心、それは生きていく強さになるから。どんなに苦しくても、みんなで光さす方へ向かえば、未来は明るく広がる。そう信じて。